スライ、そこにプリントルームにつながるパワーボックスがある。そいつを片付けよう。スポットライトにスプライスクリップをつけるんだ。でもベントレ、ファンの回転が速すぎてこれじゃ歩けない。コントロールパネルから回転を止められる。でもそうするには鍵をたくさん盗まなくちゃならない。しかも見張りは特別な鍵を持っていて、衝撃で壊れるようになっている。だから鍵を盗むまでは絶対に攻撃するなよ。見張りから盗むには後ろから近づいて丸ボタンだ。鍵が出てくるまで何度も盗み続けるんだ。チェック1、チェック2。それ、よー。デミトリのマイクからナイトクラブのイカスみんなへ。盛り上がって楽しんでくれよ。どっかのアライグマが爆弾を仕掛けたぜ。そいつを見つけたら、バーン!やっちまえ。たっぷり思い知らせてやろ。そうじゃねえか。MC は一人で十分だぜ。OK。ピースよ。いいぞスライ、コントロールパネルに行ってファンの回転を遅くするんだ。よし、ファンが止まったぞ。ファンを伝ってシャンデリアの上まで行ったらスプライスクリップをつけろ。スポットライトマシンガンをハッキング中。これでいいはず。プリントルームのセキュリティを解除だ。